おはようございます。朝の8時ごろですけども、今からトレーニングをして、午後から警察署長が、一日警察署長やらなきゃいけないので、ちょっとこうサクッとご飯を作っていきたいなと思います。サクッとやるときはいつもは今年の秋のキャンプと同様に、タモリと今回ちょっと妥協してリンゴカットされたやつと、よいよいね、おいこすおいこす。今ちなみに白湯作ってます。で最後にこれ飲みます。サクッとね、飲んで、ちょっと最近ね、これがめちゃくちゃ楽で、真っ暗がちょっとこれが一番楽なんです。みんなで味がどうだもああだも言われるんだけど、味に関しては気にしてません。全然気にしてない。とりあえず飲めれば。栄養がね、ちゃんと取れれば、プロテインがちゃんと取れればいいと思ってるので、これも。リンゴ入れます。で、左右ができたので、左右を これも結構気にするんですよ。
点も全部言っちゃいます。だいたい半分ぐらいかな。ね、ミキサーにかけてきたりとかもあんま時間がないからね。そう、ちなみにこんな感じでこちらにいます。ポッとね、感じで、でこんなもん。ちなみに全然何も企画も全然考えてないからコメントで待ってます。やれることはやろうかな。完全に趣味を作ろうのチャンネルだから、いろんなことやっていきたいなって思います。最後の一日。ちなみにここいつも音楽をかけるんですけど、でも時間がなくてかけてます。ないんですよ。ということで飲み終わったので、今からトレーニングして一日警察署長のイベントに行ってきます。よし。